さて、続いて今度は三叉踊りでございますが、あの三叉踊りちょうど8月1日から4日まで盛岡でもね踊られておりました盛岡三叉踊りというのがありますが、北上の三叉踊りは少し趣を新たに、盛岡とはちょっと幾分違いまして全明寺系統と言われております。踊っていただくのは我が町の藤根中野地区の下藤根三叉踊りの皆様です。三叉踊りというのはもともと盆踊りでございます。まあ、昔ながらの盆踊り、今はねだんだんの少なくなってきたんですが、でもこの地域では下藤根三叉踊りの皆さんが一番今も盛んに踊られているということです。そしてちょっと今こう会場に出てきましたけれども、大きなですね踊りの真ん中にこの花で飾った灯籠、新ロロと呼ばれるそうですが、これが真ん中に置かれまして、その周りをですね、踊るわけですけど、盛岡の三叉踊りの場合ですと太鼓の方もね太鼓を叩きながら踊るという形なんですが、こちらの下藤根三叉踊りは太鼓の方はちょうど中央にですね中で演奏するという形なので、ちょっとまたこう趣が違う形です。新田開発にまつわる農民の喜びからこういった盆踊りが広がったと言われております。また趣を変えましてね、盛岡の三叉踊りなどもご覧になった方いらっしゃるかと思いますが、その地域によってやっぱり違った、伝統的なこう三叉踊りがございますので、その風情をお楽しみいただきたいと思います。今日は先ほどね冒頭にお聞きしましたが、大阪とか京都とか、大変遠いところからもお越しいただきましたが、北に来たので涼しいかなと、ね、思って皆さんいらっしゃるかと思うんですけど、意外にこう盆地ですの で特にここちょっとね、駅ちょうど遮るものがありませんので大変暑くなっております。皆さん大丈夫ですか？水分など取っていただきながら、ちょっとね頭の方もお帽子があれば手ぬぐいとかいろいろかぶっていただいて、暑さ対策をしていただきたいと思います。もしちょっと具合が悪いなという方がいらっしゃいましたらば、テントの方にスタッフおりますが、係員の方にちょっとお申していただければと思います。8月に入りましてね、ちょっとこの数日間涼しかったんですが、今日は30度以上ちょっと気温が上がりそうな感じです。まだ午前中なんですけれども、この後ちょっと気温が上がってまいりますので、どうぞ体の方気遣いながらお楽しみいただきたいと思います。さて、新泥の方までちょっと注目、華やかですけど、もうすぐお盆の時期も参ります。ふるさとのお帰りになる方もたくさんいらっしゃるかと思いますけれどもね、盆踊りでふるさとの、ね、懐かしい顔ぶれと親睦を図って、そんな思い出がこう蘇ってくるのではないかと思いますが、この後は下藤根三叉踊りの皆さんにそれではご披露していただきます。皆様よろしくお願いいたします。Thank you.
どうもありがとうございます。下奥地ね三層踊りの皆様です。まあ、他の踊り組ともまた一味違ったですね。この他の小坂甚句とかラッパ節、相撲甚句や姉ちゃん節などいろんなこう演目もあるということでございますが、どうもありがとうございます。さて続いて今度はですね